台湾ラーメンの参考画像台湾ラーメンは主に中京圏で供されるラーメンの一種である豚ひき肉ニラ長ネギもやしなどを唐辛子で辛く味付けして炒め醤油ベースのスープを加えて茹でた麺にかけたもので大量のニンニクを入れるのも特徴台湾と名付けられているが発祥は愛知県名古屋市で名古屋飯の一種とされ台湾では 名古屋へしゃげ麺と呼ばれている。味仙やば店の台湾ラーメン1970年代に名古屋市千草区今池にある台湾料理店味ンの台湾人店主である各鮎が台南名物の単語麺をもとにまかない料理として作ったのが起源とされる。各鮎は1970年代初期の時友人と一緒に故郷の台湾に旅行で行き、 台湾で単語麺を食べて、日本に帰った後に、友人から台湾で食べた単語麺を、日本でも食べたいから作ってくれということで、いろいろ研究して単語麺を作ろうとしたがなかなか、うまくいかず、各あゆ自身が辛い食べ物が好きという理由で、唐辛子やニンニクなどを炒めたりアレンジを加え、混ぜてみたりして、従業員のためのまかない料理として振る舞っていた。 各鮎の友人でもある店の常連客が、ピリ辛の単語麺のまかない料理を見て、うまそうだから作ってくれと頼まれて作ってあげたところ、うまいからメニューに加えた方が良いと説得され、店に出すことになった。台湾ラーメンの名前の由来は、店に出す際に、各鮎がネーミングをどうしようかと考えた時、故郷の台湾で単語麺を食べて、単語麺を日本で作ろうとしたことから、 台湾の麺料理のつながりにより命名したという。タンゴ麺を名古屋人の好みに合わせて味付けを辛くしたものであり、一年近くの試行錯誤の研究の末の1971年頃に完成したという。各鮎の故郷、台湾では中国四川省発祥の担々麺などの辛い麺料理はあるが、名古屋ラーメンとして逆上陸するまで。 同一の激辛ラーメンは存在しなかった。この麺は以前から店のメニューとして存在しており一部の客の間だけで愛されていた。急激に広まったのは激辛ブームに沸いた1980年代中期からで辛い料理として多くのテレビ番組で取り上げられた。唐辛子に含まれるカプサイシンには痩せる効果がある。 具材のニラなどで、スタミナがつくなどといった触れ込みによって人気に火がついた。その後、台湾ラーメンは、周辺の飲食店にも影響を及ぼすようになった。例えば、名古屋大学生協の学生食堂やトヨタ自動車の社員食堂などでは、レギュラーメニューとして取り扱っており固定ファンが多い。現在では、名古屋市内の中華料理店のおよそ7割が、メニューに置いている。 台湾ラーメンは、すでに、名古屋のご当地ラーメンの一つになっていると言える。しかし、東海地方とその周辺以外の地方では、台湾ラーメンを取り扱う店舗は、ほとんどなく、東京都や大阪府などの大都市部の一部の地域で、若干取り扱っている店を目にする程度で、日本中で広く認知されているとは言えない状況である。各鮎は、定枚が4人おり、のれんけにより、 名古屋市内で知られるようになった。2016年には、東京、神田駅近くにも系列店を出店し、東京でも知られるようになりつつある。非常に辛いため、辛さが苦手な人にも配慮し、アメリカンコーヒーと同じく辛さを薄くした、アメリカンも味線では存在する。反対に店舗によっては、辛さを増した、イタリアンのほか激辛ブームの煽りを受けて、メキシカン、 アフリカン、エイリアンといった辛いものが提供されている。醤油スープが基本だが、店によっては、味噌ラーメンや豚骨スープ、塩ラーメンなどを台湾ラーメン風にアレンジして出す場合も見られる。台湾ラーメンの具を流用した汁なしの台湾混ぜそばも考案されている。また小池屋から各鮎監修のもとで台湾ラーメン味のポテトチップスが中京地区で発売されている。 中華料理チェーンの餃子の王将では東海地区の店舗にいて地域メニューとして注文可能になっている。ウェブ新聞文献ウィキメディアコモンズには台湾ラーメンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。